向かう明日はどこにあるのか。目の前の優しさを信じてきた。この気持ち悔やまないと思いたくて立ち止まる孤独な心が人の世は残酷に引き裂かれて泣く者を増やすだけの場所ではない。悲しみに閉ざされても誰を抱きしめて生きるのか決めるんだ。そして